どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、先日ね、紹介させていただいた、マリオットボンボイの、アンロックモアっていうキャンペーンがありましたよね。まあ10月のキャンペーンまとめみたいな感じで、一緒に紹介させていただいたんですけども、それのねキャンペーンがまあもともとアンロックモアっていうものは、エントリーした後にね、期間中に2滞在を終えることによって、まあ、新たなね、プロモーションが現れますみたいな、新しいキャンペーンだったんですよね。ですんで、まあ、あの2滞在を終えないと、そのプロモーションっていうのはね、まあ、来ないんですよね。だから、実際2滞在した後じゃないと、どういうプロモーションかも全然わかんないみたいな感じで、まあ、もう10月29日からね、始まって、続々とね、達成した方が、まあ、海外のサイトからね、ちょっと情報を得てるんですけども、どんどんね、達成して、まあ、こういうプロモーションが来たみたいなのね、わかりましたんで、今回はね、そちらを紹介していきたいと思います。で、このプロモーションなんですけども、追加のプロモーションは、人によって、プロモーション違うんですよね。っていうのも、マリオットボンボイはステータスがありますよね。まあ私はプラチナステータスで、まあゴールドステータスとかまあいろいろありますけども、まあもともとはシルバーステータスが10泊以上、ゴールドステータスが25泊以上だったかな。で、プラチナステータスが50泊以上みたいな感じで、まあ基本的にプラチナステータスとかゴールドステータスとかね、まあ上位のステータスと呼ばれている、ステータスを持っている人は、まあ正直な話、まあ特に SPGRMX、日本国内で SPGRMX を持ってる人は、まあ、基本的には SPGRMX の、ポイントであるマリオットボンボイのね、ホテルを選ぶっていうのは、まあ、ほとんどですよね。まあ、私もほとんどマリオットボンボイをメインで使ってて、まあ、それ以外はね、基本的に使わないんですよね。まあ、それが普通になっちゃいますよね、やっぱり。まあ、SPGRMX とかだと、やはり年会費も高いですし、2年目以降の年会費も、宿泊券はもらえるけども、やはり3万4000は、まあ、前期型で3万5000ぐらいになるかな、まあ、かかるということなんで、やはりそういう意味で、上級会員のステータスを持ってる人っていうのは、まあ、ほっといても SPGRMX のホテル、マリオットボンボイホテルをね、まあ、使えますよね。っていうので、おそらくですけども、上位ステータス、まあ、SPGRMX を持ってるような、まあ、ゴールド会員以上の方はですね、まあ、私の、まあ、この、今回ね、紹介する、まあ、プロモーションを見ていく感じだと、まあ、個人的見解の域を出ないんですけども、まあ、いいオファーは、シルバー会員とかね、また会員登録したばっかりの人に付与して、そうじゃない人はね、そんなにお得じゃないプロモーションが、配布されてるんではないかなっていう感じですね。で、どういう感じで紹介しようかなと思ったんですけども、まあ、全部でね、報告が終わったのはちょうど12オファーぐらいなんですよね、このサイトに来てるものが。ですんで、まあ、読み上げていこうかなと思います。それではですね、オファーの方を、まあ、一つずつね、読み上げていきたいと思います。で、今から読み上げるオファーが、まあ、正直なところ、どのオファーがその人に来るかっていうのは全然分かっていませんので、まあ、いいオファーが来るか、そんなに美味しくないオファーが来るかは、もうこればっかりも全然分かんないでね、頭入れといてください。バーっといっちゃいますね。2回の滞在後4000ボーナス、3回の滞在後6000ボーナス、4回の滞在後8000ボーナス、5回の滞在後1万2000ボーナス、6回の滞在後1万5000ボーナス、2回の滞在ごとに2000ボーナス、4回の滞在で2滞在ごとに2000ボーナス、4滞在完了し2滞在ごとに2500ボーナス、1滞在後に5000ボーナス、1滞在後に7000ボーナス、1滞在後に1万ボーナス、1滞在後に2万ボーナス、というふうになっております。今バーッと紹介しましたけれども、最初の方とか結構渋いんですよね。2回の追加滞在で4000ボーナス。
とか3回の滞在で6000で4回の滞在で8000とかね、5回の滞在で1万2000っていうことなんで、しかもね、すべてがですね、あのくくりが全部滞在なんですよね。ですんで、まあ、あのこの滞在っていう説明はね、ちょっと毎回させていただいてるんですけども、 A ホテルに何泊しても1滞在しかならないんですよね。まあ10泊しても1滞在だし、20泊しても1滞在なんですよね。ですので、滞在っていうこのくくりをね、クリアするのは A ホテル B ホテルで1泊ずつ泊まって2滞在っていうカウントなんですよね。ですんで、これを見るとね、5滞在で8000ポイント、5滞在で1万2000ポイントとかあるんですよね。ってことなんで、5回のホテルに泊まれば1万2000ポイントあげますってことなんで、まあでも、本当にいいね、プロモーションだと、追加1滞在で2万ポイントボーナスとかね、あるんで、まあこれが来ればね、すごいいいですよね。私もこれ取りたいぐらいのね、ですんで、だからまあどっちかというと、まあこのすごいいい条件のプロモーションは、どっちかというとね、最初に言った通り、会員がなられてから間もない方に振られるのではないかなっていうのは個人的見解ですね。もしね、あのもうプロモーション登録して2滞在終えてね、追加のプロモーションが来たっていう方はね、あのぜひねコメント欄で教えてください。一緒にねステータスとかも教えていただけるととても嬉しいです。どんな感じでね、今後これが、皆さんに付与されるかっていうのもね全然わかりませんし、まあ私としてはねちょっと知りたいっていう部分もありますんで、で私もね次回のニューヨークで、2滞在、ちょっと無理やり入れようかなと思ってますんで、そういう意味では、まあ、このプロモーションの、まあ、追加のアンロックモアのプロモーションはいただけるんですけども、まあ、どれが来るかっていうものも私にもわからないですからね。多分私の予想だと、もう今年今マリオットボンボイにプラチナチャレンジも入れまして、もう37泊ぐらいしてるんですよね。しすぎしているので、まあそういうのもありますんで、まあ私にはね多分そんなに美味しいやつはね来ないんじゃないかなと個人的には思っております。まあいかがだったでしょうか。まああのアンロックモアっていうね一つの、クエストみたいなものをクリアすると、まあさらにね、追加のオファーが来るっていうのが、まあ今回のプロモーションでしたけども、まあこういうのもまあ面白いんじゃないかなと思いますけども、でもアンロックモアってもうちょっとねなんかクエストみたいなのをねやってるんであれば、もうちょっといいオファーをバッて並べてほしかったっていうのは、まあ個人的意見ですけども、まあでもね、どの、オファーがね追加オファーが来るかは今現時点ではまだ分かってませんからね、まあ、そういう意味ではまだちょっと楽しみが残ってるかなと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で私のツイッターではですね、私生活から、ポイントサイトの案件とかもねつぶやかしていただいたりしております。私のこの動画のチャンネルではですね、ANA マイル、ANN こと ANN キャンペーンですね。あと ANA マイルを貯めるポイントサイトの運用方法とかもね、紹介させていただいたりしております。まあそれ以外には、マリオットボンボイ、ホテルの宿泊レビュー、飛行機の搭乗レビュー、クレジットカード、お得情報、あと私の大好きな街のね、ニューヨークの紹介なんかもしております。もしよかったらぜひ、チャンネル登録して見ていただけるととても嬉しいです。それではね、今回の動画はね、ちょっと簡単にはなってしまったんですけども、マリオットボンボイのアンロックモアの、追加のキャンペーンですね、ちょっとあの情報を得ましたんで、皆さんにシェアさせていただきました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。